はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。またしても、CGC グループの、ドライチューハイストロングです。アルコール度数 8%、果汁が 1%、辛口ドライ。お、これあれじゃん。またあれじゃん。製造者、宝酒造株式会社じゃん。原材料は醸造用アルコールと、レモン果汁と、糖類と酸味料と香料となってます。こちら販売者が、株式会社 CGC ジャパンと。で、製造者が宝酒造なんで、これは、これは期待ができる。のではないでしょうか。でも基本的にドライチューハイって大体まずいんだよな。基本的に俺が飲んで、ほとんど当たりがないっていう。9割9分9厘ぐらいの確率で大体まずいんだよ。まあ、昔はほら、缶チューハイ、違う、焼酎ハイボールのドライがすげえうまかったんだけど、だいぶ前に、味が改良されたのか、味がまずくなっちゃったんで、もう二度と買わないと誓いましたね。それでは乾杯。焼酎ハイボールドライに近い。微妙だな、この味。なんかどことなく、なんかライブっぽい香りはするんだけど。なんで焼酎ハイボールのあのドライまずくなったんだろうな。あれが未だによく理解できないんだけど。確か電話で問い合わせたら、あれ変わってないとかって言った記憶もあるんだけど。何も変えてませんって言われたような気もするんだよね。ちなみに、焼酎ハイボールのドライはアルコール度数が 7% なので、こっちが 8% なんで、こっちの方がアルコール度数高いんですよ。ただ、まあ、もう、どちらにしろ、焼酎ハイボールドライもまずくなったんで、まあ、比較にはできないですけど、こっちもあんまり美味しくないですね。うん。炭酸も、弱いです。炭酸が、焼酎ハイボールシリーズに比べると弱いですね。そこまで、癖とかはないんですけど、まあでも、でもやっぱりそんなうまいかって言われると、大して別に味がするわけでもないんで、ほとんど。なんというか、焼酎の、うまさみたいな。焼酎本来のうまさがするとかいうことでもなく、そもそもがして、焼酎を使ってるのかすら怪しい。醸造用アルコールって書いてあるんで、焼酎を使ってないんじゃないかという。下手したら、醸造用だから、ウォッカとか使ってる可能性もあるからね。微妙だな、これ。あんまり美味しくないですね。微妙っていうよりは、全盛期の焼酎ハイボールドライの方がはるかに美味しい。うん。本当に謎だよな。チューハイドライ。甘さを抑えた辛口。アルコール度数 8% で飲み応え抜群ですって書いてあります。
これ。なんかやっぱり、物足りないですね。うん。焼酎の味がするとか、うまいとか、そういうのがない。ほとんど、アルコールの、アルコールのうまさが特にないですね。まあ、値段が多分88円ぐらいとかなんですよ。多分。確か。やっぱこういうのは、やっぱレモンとか入ってた方が明らかに美味しいかなとは思いますけど。そこまでね。やっぱり焼酎ハイボールのドライはね、あの頃はうまかったっすね。本当に焼酎の味が非常に美味しく、これあれだな、レモン果汁とか入れてのもあんまり美味しくないです。コクはないでしょ、甘みもないでしょ。香りもないでしょ。はい。1112です。ご視聴ありがとうございました。